懺悔してください。あ、懺悔してください。来ちゃったか。リリカなんか謝るようなことあるっけ。何にもしてないけどな。あ、日記日記日記か。正直に言おう、確かに日記は書いてない。日記がどこに行っちゃったかもわからない。でもさ、思い返してみて、リリカと秘書見習いは毎日こうやって思い出を積み重ねてる。これが日記みたいなもんだよね言い訳じゃない、言い訳じゃ有言不実行じゃない。もう特、でも新たな特技言い訳でよくないか。もうこれ新たな特技言い訳だろ。こんなの言い訳うますぎだろ。リリカ、リリカ確かに毎日日記書くとは言ったけど、あのそれはあの毎日日記書く、もし書けなくなったらもう二度と日記帳は買わないって言っただけだよ。そう、毎日日記書くとは言ってないよ。懺悔になってない。あ、やばい。日記さん、ごめんなさい。リリカはへりくつだけが上手くなってしまいました。はい、懺悔